今日は9月27日、まあ9時50分ですね。はい、キイロスズメバチがまた来てます。あ、今のはどれか一匹捕まえていったのかな。はい、キイロスズメバチを威嚇するためか何かいっぱい出てますね。はいはい、ふい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 。はい、この前映ってませんでしたけど、こんな風に、アルミ板を3箇所つけました、ね、こっちも。だからオオスズメバチはもうかじって中に入ろうと してもできないわけですよ。だいたいこのスモンが幅が4センチぐらいあるんでかじって入れるような穴を開けられるようなものじゃないんですけど、まあ一応念のためやりました。はい、まだいっぱい花粉をつけたのがまた来てます。だから下に継ぎ箱をしたから、また巣を下に伸ばせるということで活動を始めたんじゃないかなとは思ってますけど、ちょっとその辺はよくわかりません。はい、だからもうこれはもう細密するにしても、もう年越して来年ですね。はい、一段取ったんで上を。はい、そういうことで、ここもキイロスズメバチが来てますということで撮影しました。はい、終わります。はい、今日は9月27日、今午後4時ぐらいじゃなかったかな。はい、カタゴの日本ミツバチです。見に来てみたら熱殺蜂球で、あれを殺してるみたいですね。これこれこれ、ほら知ってますか、これこれこれ、熱殺蜂球でやられた、あ、キイロスズメバチですね。はーい、だからキイロスズメバチはあんまり心配する必要はないんですよね。こういうことで対応できるから。はい、ニホンミツバチがこいつを捕まえて退去して取り囲んで、ずっと熱い体温で温め続けるわけですね。21度って言ったったかな、41度かなの30分以上で死ぬと、そういうような話だったらしいですけど。はいはいね、はい、珍しい、そういう熱殺蜂球の動画も、やってる動画もありましたので、ちょっと説明欄に、書いとこうと思ってます。あら、これ引き込もうとしてるみたいですね、これどうするんだろうか、引き込んで餌にするつもりだろうかもう死んでるから。はい、そういうことで、ちょっとカタゴのミツバチを見に来たらキイロスズメバチがやられてましただからキイロスズメバチに対してはこういう風に対応できるんですよね。
だけどオオスズメバチは対応できないから、ちょっとオオスズメバチが来たら何かしてやる必要があるんですけど、山口の時に言ったように、これが4センチ、ここが4センチあるんですよね。だからこれをいくらかじっても4センチ、先までかじってしまうのはちょっと無理だから、オオスズメバチもそのうち諦めるとは思いますけど、まあ山口は一応アルミ板をつけましたけど、はいはい、そういうことで、はい、熱殺蜂球でやられた黄色スズメバチです。はいはい、終わりまーす。よいしょよいしょ、はい。